こんにちは。さあ豊さん、今シーズンオフ、はい、なんといってもこの人の去就が注目されています。どこ？また来た、バウアー。イエス、バウアー。イエスじゃねえねイエス。何回取るんだよお前。もう何回でも取りますよ、決まるので。まあでもこの前の時はね、はい、金銭面の、はい、まあ、条件がどうなのかっていうことの、まあ、動画を撮ったけども、はい、バウアーから条件を出したんだよね。そうなんです。なんとこれ報道陣の取材に来季所属するチームの条件を出しました。はい、優先順位のトップ3をつけるならばというふうに語りながら、はい、まず1番は優勝を狙えるチーム、はい、で2番が個人タイトルを狙わせてくれるチーム、はい、そして3番目が多くのファンを喜ばせられるか。まあ、これは観客動員数に関わってくるとは思うんですけど、この3つを挙げました。はい、うん、さらにバウアーは SNS にいろんなファンが殺到してるんですけど、コメントが、まあ、DeNA ファンの思いに応えるようにリポストする一方で、例えば阪神に来てほしい、ホークスで待ってますという投稿にも反応し、阪神ファンのメッセージには、ところで阪神ファンはベイスターズファンと同じくらい素晴らしいですかと答えたり、ソフトバンクにはやってて分かんだろみたいなソフトバンクファンには、ところでホークスのマスコットは DeNA のスターマンと同じくらいイケていますかというふうに、いろんな球団のファンを喜ばせていて、どこに行くんだろうとより分からなくなっているということなんですね。ということで今回は条件面から一体どこが一番チーム合うのか、ズバリ豊さんに予想してもらいます。まあ、優勝ということを考えると、はい、バウアーが投げている時に守備の破綻があったんだよね。1回ありましたね。こんなの優勝するようなチームの守備じゃないよみたいな、はい、怒ってましたね。怒ってたね、はい、DeNA 外れるよな、はい、いやいや本当にそうか、うん、確かにそうでしたね。でやっぱ甲子園で投げてるし、はい、甲子園のあの熱狂するね、はい、ファンっていうのはやっぱりなあ、いや、いいですよ。いいと思うよな。気持ちいいと思いますよ。ただ甲子園という舞台が好きかどうか、マウンドが、はい、あ、そうか。やっぱメジャーってやっぱ内野の芝があったりだとかさ、うん、まあ、いろんなことがあって、はい、うん、どうなのかなって。お客さんが入る観客動員っていうのはもうピカイチだからね、うん、ピカイチ抜群ですよもう、うん、あとマスコットがイケてるかどうか。トラッキー、はい、いや、イケてますよ。いや、どこもイケてないところはもうマスコットではないないですもんね。みんなちゃんとしてるよ。そうですよね。ただ阪神がそのバウアー投手を取るかどうかっていうと、岡田君は分からないな。まだそうですよね。でもいたらいいよ。中辺で回ってくれるんですか。いや、そうだよ、うん、そうか。まあ巨人だと、あ、巨人、巨人は欲しいでしょ。でも巨人と戦っていて優勝できるチームっていうのがバウアーが感じたかどうかだろ、はい、で自分が行って優勝できるのかどうか、はい、っていうところはまだちょっと考え中なところはある。あと、あの、ヒゲありますけど、ヒゲも剃らなきゃいけないし。もういいだろ、ヒゲぐらいもう OK ですか、解禁。あ、どうだろう。プラス、まず YouTuber なので、YouTube は、あ、そうか、はい、ベンチ裏というかロッカールームで撮っていいのかどうか。あと彼アパレルもやってるので、アパレルの提携も今回 DeNA は条件でっていうことで1年契約したので。なんだアパレルって。洋服です、彼の。あ、してんの、はい、でアパレル提携も OK じゃないとダメっていう。じゃあ楽天モバイルだな楽天アパレルモバイルじゃないか、楽天市場楽天市場そうか。いや、どうしたら楽天行きますよ。まあヤフーもあるからな、うん、いや、ソフトバンクね。あ、でソフトバンクはバウアー投手欲しいと言ってるので。いや、それは欲しいだろうね。ソフトバンク、まあ、優勝狙えるチーム。いや、狙えるチーム、チーム、自分が行ったら狙えるチームですよね。個人タイトルも十分に、うん、いや、それはもう取らせてくれる、まあ、最多勝だったりとか、まあ、それはそうだ。あ、山本が抜けるか。オリックス、うん、あ、今度オリックスですか。いや、違う違う、山本が抜けるから、はい、最多勝取れるチャンスはあるな。十分ありますよ。で、だって中四で回ればくるくるな、はい、な、最多勝っていくつ行くんだろうって感じですもんね。うん、うん、で、しかも楽天はさっきちょっと話戻りますけれども、田中将大投手が YouTube をやっているそうなので、もうこれは OK ですね。 YouTube クリア。いや、それはね、うん、まあまあまあ、その楽天はね、そうかも分からんけど、ソフトバンクも多分大丈夫だと思う。まあ、そうでしょうね、うん、ヤフーもヤフーショップと、そうそうそう、で楽天は楽天市場あるので、そこでアパレルを売るっていうことも、あ、全然できますよ。全然 OK ですよね。そういう意味でも、巨人、阪神っていうのは、ちょっと苦しいな。苦しいですね、うん、ちょっとそうですね。だからパ・リーグ行くのかな。だからパ・リーグ
り来そうで、打席に立ちたくないって言ってたんですよ。もうそうしたらお前パ・リーグしかない。あ、観客動員っていうのは、はい、もうセポパもそんなに変わらないからな、うんうん、だから博多っていう街はバウアー好きなんじゃない。あそこら辺観光地がいっぱいあるもん。もう本当そうですよ。そうだろう、はい、そしたらお前こう GoPro 持って佐賀とか長崎とか九州行っちゃう。いや休みがあったら行っちゃう。簡単だもん。別府温泉だって行くんですよね。いやもう温泉入ってこなくて、うちはね。そうですよね。あ、やっぱソフトバンクなのかなとかね、はい、うん、あ、ただソフトバンクはどうやら DeNA ほど自由にはさせないとフロントがこぼすって言ったそうなんですよ。まあこぼすだけで、うん、孫さんの一言だよ。まあそりゃそうでしょう、ね、いいじゃないか、やらせてあげれば、うん、はい、そうですね自由にどうぞ。終わり、終わり、終わり。確かにそうか、多分ね、打席に立ちたくないっていうところを考えるとやっぱパリーグっていうのが入ってきますね、条件に、うん、いやだから地方行って新潟行った時にそういう風に取っていて、うん、で登板したこともあって、はい、その試合打たれてね、うん、負け投手になるわけだけども、あれをやっぱチームメイトがどういう風に捉えるかどうかだよね。あのその輪を乱すじゃないですか、まあ、輪を乱すお前もうちょっとさ、うん、先発なんだからちゃんと準備しろよみたいな、いやそういうことやってる場合じゃないだろうみたいな、うん、いうことになってくるともう浮いてくるしな、バウアーが、うん、確かにそうだろう、はい、いやそしたら、まあ、フロントは DeNA ほど自由にさせない、うん、自由にさせないっていうのは多少は自由になるんだよね。まあそうですね、まあ、例えば休みの時とかさ、うんうん、それは自由に活動してください、うん、OK だと、うん、ただ先発当日はあのいや、おい、ノーサンキュー、いや俺もしないって、うん、言えばもう、はい、決まります。そうですよね、うん、あとはその、まあ、キャッチャーとの相性も出てくるんですよね。まあ海外いるから全然大丈夫ですよ、ソフトバンクは、うん、そりゃ大丈夫よそうですね。あと元 DeNA の峰井選手いますか。まあ全部全然関係ないから、かぶってない、かぶってない、確かに、だからかぶってないから、まあ、海外いたらちゃんと、ね、まあそうですね、受けますよね。大丈夫だよ、日本代表のキャッチャーだって言えば。そうですよ、お前そうなのか、ダルビッシュの球も大谷の球も受けてるんだよみたいに言えば3つ OK ですよぐらいですよ。楽天のキャッチャー、ね、住んだりクビになったしな。あ、そうですよね、うん、ちょっとじゃあそこら辺はまだちょっと中盤、まあ、だけど、まあ、楽天というよりもソフトバンクだろうな。ソフトバンク、そうだな、まあ、ジャイアンツ、うん、でも YouTube がどうかっていうことだよな。そうそこです。なので安倍さんって結構規律とかね、結構厳しそうな気もしますし、でもみんな背に腹は変えられないっていう気持ちはあるんだよそうか、絶対あると思うよ。いやだからバウアーが来るんだったら、じゃあロッカーは回すなと、うん、ね、で当番日は回すなと、うん、他は OK だと、うん、で言ったら OK になっちゃう、うん、それは本人も多分そのつもりで行くと思うよ、うん、あとは見て今まあ、ね、横浜というか DeNA の、 あの近郊に住んでると思うんですけれども、東京以外でも別にいいんですか、関東以外でもどうなんですか。いやいいと思うよ、もういいかって感じですか。いやいや、まあ、博多横ばい、あまあまあそうですね、いいや博多俺好きだよ博多は現役時代から好きですか、博多は。まあ北海道も好きだし、はい、なんかやっぱ西日本という空気感があるね。そうかそうか、豊かさん隣だから。そうですね、そうかも、渡れば、まあ海があるけどね。そうか、うん、他パリーグであります、例えばロッテ、まあ、西武とか、まあ、オリックスもそうですし。西武は多分ないと思う。西武はない、うん、やっぱ環境的に、うん、まあ、球場遠いし、はい、まあ、そういう条件も考えるとちょっと選ばないかなっていう、うん、でロッテは風嫌ですよ。風が嫌ですかね、まあ、風嫌だと思うよ。なんか逆切りしそうですよ、ね、逆切りだ、なんでこんな吹いてんだって確かに、そうか、そうそうそう、って考えるとオリックス北海道なんか似合いそうやけどな。あ、だってめっちゃ自由ですよ。もう自由だよ、うん、いやでもね、ネット関係には厳しい。あ、厳しいですか、うん、あ、じゃあダメだ。え、オリックスは、まあ、自由だと思う。あの山本投手が抜けたらお金入ってくるしな。そうですね。可能性はなくはないな。なくはないですよね。優勝チームだしな。はい。うん、だから、まあ、可能性はなくはないけど。さあ、なくはないけど、今挙げた中で、じゃあ、まあ、まあ、セ・リーグはね、巨人が一番多分有望なんじゃないかっていうところで、まあまあそうだね、はい、じゃあ、
1チーム絞るとすると豊さん、そうするとやっぱバウアーが入ることによって優勝を狙えるチームにはなるよね、うん、まあ、来年は怪我人も治ってくるだろうし、はい、個人タイトルもう山本が抜けちゃうから、うん、そしたら取りやすくなる、はい、まだ少しはね、うん、まあ、佐々木朗希っていうのもいるけども、うん、でお客さん、はい、もうソフトバンクだっていつも入ってるし、高の祭典ありますよね。そうそう、うん、まあ、それ考えるとやっぱもうソフトバンクはなって、そうですね、思うよね。まあね、ネットというかね、うん、まあ、会社ですし、アパレルも OK でしょうし、うん、絶対 OK、 打席も立たなくていいですし、もう最高でしょ。そうですよね、観光地はいっぱいあるしな、本当取り高いっぱいですよ、取り高いっぱいだよ。ということはやっぱソフトバンクがまあ有力かなっていうは、うん、のは思うよね。そうです、お金もあるしな。そうですよね、うん、まあ、一応ね DeNA があの残留方向でお願いしますと言いつつも、まあ、多分他球団とも交渉してソフトバンク怒ってるのは、うん、やっぱり優勝できる守備か、うん、優勝できるチームなのかって、はい、でそういう怒り方が、うん、なんかちょっと引っかかるな、 DeNA に対して。そうですよね、うん、まああの試合だけだったとは思うけども、うん、でも DeNA のことをバウアーがどう思ったかだよね。ですよね、うん、あと確かにバウアーにポケモンが大好きなんですよ、うん、だから今回 DeNA ってポケモンとコラボした日あったじゃないですか。戸柱がヘルメット似合わなかったな最後ですよね、あれほんでこうポンってやったら怒られちゃったな。ピカチュウはそんなことしないでねってピカチュウ笑いながら飛んでいったんでそうです。なのでまたソフトバンクがポケモンとコラボできたりしたらなおよしですよ、バウは。まあそれはあんまり関係ないと思うけど関係ないですかね。まあじゃあ豊さん的にはソフトバンクが一番ね有力なんじゃないですか。最有力だな。そうですね、どうなるか、今年中に決着つくのか来年にも、まあ、つくんじゃないの。つきますかね、うん、早めに決めると思うよ。で準備に取り掛かると思う。そうですか、ね、バウアー、バウアーは、うん、もうね、バウアー投手のこういう記事が出るたびに我々も動画はどん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 撮っていきますので。そう、できれば遅ければ遅いほど、まあ、引っ張るっていう意味で、ね、引っ張るという意味ではいいんですけれども、はい、まあね、どこに行くのか楽しみです。はい。